コーナーキック山崎が蹴りに行きます。中央小野にはセルジオがマークしています。山崎集中しています。さあゴール正面に入ってくる、ヘディング決まった、先制点水戸ホーリーホック富田ですね。いやダイビングヘッド、そうですね、まあ、1人目のところじゃなくてその裏でフリーだったですね、ゴール正面でした。いやでも今富田ノーマークでしたね、はい、多分蹴る瞬間ついてたと思うんですけども、離したんでしょうね。いや素晴らしいそのマークを外す動きです。さあ見てみましょう。あ、はい、後ろからそうですね、マークいましたね。1人目のところでもう触れるというような感じのプレーだったと思うんで、もうちょっと予測しすぎたっていう感じですね、ディフェンダーがね。いや富田の先制ゴール、水戸ホーリーホックの2003年ファーストゴールはこの富田のヘディングシュートです。アウェーの水戸ホーリーホックが先制しました。